はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。世界一頭が悪い実況者リュウです。さあ本日なんですが、世界一頭悪いで気づきました。これよくね幹部会メンバーにお見舞いしてね、はしねって言われてるデッキなんですけどグレンマジュ大イザというカードは皆さんご存知でしょうか。このカードね、除外されている自分のカードの数だけで400になるっていうカードなんですよ。今日ね、このね大イザの打点がね、もうね1万超え軽くいくね、やべえデッキをねご紹介していこうと思ってます。はい、村雲大イザっていうギミックがあって OCG には、まあ、それをちょっと参考にはしてるんだけども、何が何枚か一応先に言うか、ジェット2、キャリア1で大イザ3、ルミナス3、ビースト2、アサシング3で白雪3、ガンドラ3、ガンドラとちなみに破壊竜ガンドラギガレイズも入ってますよね、ガンドラギガレイズ3、それから村雲のオロチさんで、テオダマサツ1、愚かな埋葬1、それからトレードイン3、ストライクシンジ3、援軍3、ドンツボ3でエクストラ、サンサーラ1でブラロ1でライトロダーアークミカエル1でエバリー1、この辺はもうリンクス特有のね、あの X になってますけどで、クリスタルウィングシンクロドラゴンが1で、カオスルーラーが1、それからリバイエール1、ダンテ1、ミネルバ1、バグルスカ1、ディンギルス1でリンクリボー1、トロイミアケルプレス1、フェニックス1、ユニコーン1という感じに、なっております。で、基本的には、高校を取ってで高校でワンキルしていくみたいなデッキになってるんですけど、あのですね、まあ動かし方なんですが、とりあえずね除外ゾーンにめっちゃカードを送ってください。例えばこれが一番強いですよね、強欲で貪欲な壺。これデッキトップ10枚裏側で除外して2枚ドローするっていうなんかめっちゃ強いカードなんですよ。これとかあと村雲ですね、村雲のオロチ君は、デッキトップ8枚除外するとデッキの特殊感、あデッキじゃない墓地でだから特殊感できるよって思ってるんで、これでなんか特殊召喚したりとか、あとはまあライトロードとのギミック組み合わせてるんですけど、ライロギミック使って白雪墓地落として叩き落として、で白雪は墓地が出るだからカードを除外すると7枚ね、特殊召喚できて、しかも特殊召喚した時に相手のモンスターを裏側示し表示できるみたいなね効果を持ってるんで、まあ、これで妨害とかもできますし、これフリーチェーンなんだ、これこのカードの効果ね、これとかを使ってなんか除外ゾーンにめっちゃモンスターを貯めるんですよ。で除外ゾーンにめっちゃモンスターを貯めて、で、大イザ着射して、で大イザのなんか1万2000とかいう打点でぶん殴っていくっていう、そういうデッキですね。動かし方結構簡単でね、なんかその魔法カードめっちゃ引いてでドロー加速して、でなんか墓地にめっちゃカード肥やして白雪とかで妨害しながら、この辺のモンスターでさらに除外して、で、大イザ着射してぶん殴っていくっていう、まあ、そんな感じ動かし方は。でガンドラギガレイズくんね、これすごいかっこいい、これすごい好きで、このモンスター俺かっこよくない、これめっちゃかっこいいと思うんだよね、このモンスターで効果なんですけど、このカード通常召喚できませんと、このカード以外の自分の手札フィールドのモンスター2体墓地を送ると特殊召喚できますよっていうことで、結構緩いです、結構緩いで、このカードの攻撃力は除外されているモンスター、あカードかカードの数かける300アップする、まあ要は大イザの、まあ、ちょっと低い版ですね、打点は。でこれすごい強い効果が、一旦一度ライフポイント半分支払うと自分の墓地のガンダラモンスターの種類によって以下の効果を提供すると、1種類だったらこのカード以外のフィールドのカード全部パー、2種類あればこのカード以外のフィールドのカード全部除外。ちなみに一応 OCG の方では禁止カードにガンドラクロスってやつがいてそいつがいれば一応3種類になるんですけど、3種類だとこのカード以外のお互いのフィールド墓地のカードを全て除外するってやばいこと書いてます。はい、これね、この3種類の効果を使えないのがかなり痛いですね。ガンドラギガレイズ君はロマンがあって、3種類いた時のギガレイズ君の効果でガンドラクロス、ガンドラ、ガンドラギガレイズが墓地に落ちている場合もう全部除外できるんで、フィールドのカードをフィールド墓地のカードをめちゃくちゃ強いんですけど、これは今のマスターデュエルないし OCG の、プールでは使えません。なんでかというとガンドラクロスが禁止になってるからです。はい悲しみを背負っているガンドラギガレイズは俺が救う。これ結構なんだかんだ強くてね、フィールドのカードを全部パスするんでさ、この効果に大体その無効効果とか当ててくるんです相手は。なんで、まあ、一回妨害踏めるとこれで、でその後にね、なんかドンツボとか、まあ何、ライトロードサマールーナスとかを通して、まあ、あと白雪とかね通してでぶん殴っていけばいいし、レベル8も結構並びますんで、まあ、ランク8もできますし、まあ、レベル3が並ぶから、まあ、ランク3もいきますし、
まあ、もちろんね、ルミナスライデンができるんで、ランクじゃない、シンクロ7もできると。でジェットシンクロン入ってるんで、一応、ランクじゃない、シンクロ8もできるという感じですね。でですね、あれですわ、上振れないといけないです。デッキ的に。はい。妨害力で入ってないんで、もう展開力でゴリ押ししていくしかないんで、上振れる必要があります、かなり。ライトロードとかをストライクシーズン傍聴って援軍を連発してその後にドンツを打つみたいな、そういう動きが要求されますけど、意外と決まるんですよこれ。楽しいんでマジでみんなにも組んでほしい一回ね。 UR の数結構すごいけどね、はい、結構ね使い方はなんか頭使わないんで、すごいね頭が悪い僕みたいなデュエリストにめっちゃおすすめなんで、早速ねこのデッキ回していきましょう。ダイザチャレンジやっていくぜ。デュエルスタンバイ。先行はくれてやるぜ俺様のビギリよいな。何ハンド強っこれハンド強いな。これなかなか強いぞ。召喚師アレイスター。あちょっとさ、脳死でさメルカバー君とか立てるのやめません。ちょっと一回一旦召喚マジでいきなり撃つ。なるほど、いきなり撃っていく。召喚師アレイスターと何で融合するんですか。誰メガラニカじゃあれメガラニカ普通メルカバー出ない。サボタージュ。あーなるほど。あでポトリー、はい、ポトリー君何するんですかこれ。これはテオナが0枚の場合に墓地のこの数を除外して1カードカードを、テオナに加えると。墓地の、なるほどね、はいはい了解。なるほど。リュウチで変身する効果は共通で持っている。でマスターベルが当たり前に出てくると。はい了解です。メスガキはなんとかしないといけません。メスガキ、まあ、でもメルカバーじゃなくてまだよかったな。メルカバーとメスガキとかいうなんかヤバすぎる盤面になってなくてまだよかったわそれマジ終わるからな人生が。まあ、でも魔法カードは止まらないので、まあ、一応ですね一妨害ですね基本的には。まあ、ここをなんとか乗り越えていきたいといったところ、一旦ソーライクシージも来た。強っ、ハンドマジ強いじゃねえか。やばいな、これはどっから行けばいいんだ。おお、援軍先に打ってから考えよう。援軍打って何落ちるか。あ、ルミナス落ちた。で白雪も落ちた、強い。白雪も落ちたな、強い。でですね、まあライトロダシンライデンを手札に加えながら、ソーラーエクスチェンジももちろん打っていくっていうスタイルでいきましょう。でソーラーエクスチェンジの効果発動。ソーラーエクスチェンジの効果により、ライトロダシンライデンを墓地に送りながら、こうしてく。はい、さらに援軍来る。めちゃめちゃ強いやんけ、バカ強いやんけ。白雪2枚落ちた、強っ。でまあルミナスか。まあこっからさらに俺は手札を増やすのでめちゃめちゃ強い。これ一回さあれじゃない、白雪でさそのマスターベールの効果吐かせる説あるよね。まあちょっと一回ゴード打つわ。ゴードン打って、まあ、とりあえず10枚除外して2枚ドロー。あ、ガンドラギガレイズめっちゃいっちゃった。ガンドラギガレイズ来た。ガンドラギガレイズ来た。え、神ゲー起きたんだけど。これさ、だから白雪でさ一回白雪で組めばいいんでしょ。ですね、墓地のカードを除外しましょう。まあ、とりあえず魔法カードをめちゃめちゃ除外して、これでセレーネのケアもできると。はい、これ神聖魔法号セレーネケアもできますカウンターがあんま乗らないっていう。でですね、白雪くんの効果を発動して白雪くんを特殊召喚していきましょう。そして白雪くんの効果特殊召喚に成功した場合、相手フィールド上のモンスター1体を選択し、そのモンスターを裏側守備表示にさせてもらう。さあ効果を発動せざるを得ないだろう。さあ魔法カードを捨てるんだな、メスガキごときが。あ、いいのそれ。あ、打点どうせあれだからってことか、抜けないだろってことか。は、抜けないと思ってんのかあいつ。この中生きるバージストマカナディア、過去月の書、生きる月の書なめんのマジで。一回全部パスか。俺はガンドラ一種類いんな、いけるな。ですね、ちょっと待ってね、手札から何をしてるのね。これ村雲か、村雲でいいな。まず村雲といらねえやつを捨てればいいので、これでこれこうしてこれをリリースすることにより、フィールドまたは手札のモンスターを2体リリースすることにより、俺は破壊竜ガンドラギガレイズを特殊召喚。ガンドラギガレイズの効果発動。
ライフポイントは半分支払い、一旦一度このカード以外の全てのカードを破壊する。ドルタガーデストロイギガレイズ。そしてボチの飛行者村蜘蛛のオロチの効果を発動。村蜘蛛のオロチの効果によりデッキトップを8枚除外することによりこのカードは特殊召喚できる。ちなみにガンドラギガレイズは除外されているカードの数かける300ポイントの攻撃力になる。ちなみにな。そして、フェアリテールシュライキの効果も発動。墓地からカードを7枚除外することにより特殊召喚できる。ちなみにこの効果にターン1制限はついていない。ターン1制限などという効果はついていないんだよこのカード。これいらねえ。これもいらん。これもいらん。カード7枚除外させてもらうぜ。これによりガンドラギガレイズの攻撃力は9600となる。そしてまだ俺は召喚権を使っていない。いけグレンマジュー大雑魚ーれうおバトルだ。いけ大蛇様でダイレクトアタックバケモンすぎる12800がバケモンすぎる。さあ当たり前に高校を取らされてしまいましたが、一応こっちあの先行だったらバグースカとか立てれる可能性あるんで、バグースカとかまあ割と壁用意できるんでね、意外となんとかなるんですけどね。ペンデラムグラフ清掃ので、ペンデラムコール、なるほどなるほど、なんか強そう。わからんけどとりあえずやばいことされそう魔術師全然わかんないんだよな。いや魔術師全然わかんないんですけど、どういうあれですかね。国画と超弦、なんか両方ともなんかめちゃくちゃ強そうなやつじゃんこれ。ペンタメイトペンデラマジだ。いやでもペンマジだ。はい、で国画の魔術師、なるほど。これは今特に何もないと。あ、ペンデラ召喚していく。はい、なるほどですね。ペンデラ召喚で、はい、エンタメイトペンデラムマジシャンと超弦の魔術師がペンデラ召喚されていくと。はい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 。で2体で、わからん何されんのこれ。わからんよ効果。何そのチェーン。ペンマジは破壊される。はい、でドクロバットジョーカー、やばい、これ最強モンスターだ。これエアーマンですね。で超弦の魔術師の効果でデッキから超弦の魔術師から魔術師ペンデラモンスターを特殊召喚すると。はあはあ、特殊召喚したモンスター効果も壊される。なるほど。はい、で軽眼の魔術師っていうのが出てきた。なるほど。ほいであ、ヘビーメタルフォースね。はいはい、これはいつもの動きですね。でこれでまあデッキからP モンスター1体を自分のエクストラゾーンに加えながらなんかやばいこと起きる。はい、でこいつの効果はマジュスペンデラムカードが自分のモンスターゾーンペンデラムゾーンが離れた場合にデッキからマジュスペンデラムモンスター1体を加える。やばい、なんかアドバンテージやばいこと起きてる。ガチでやばい、これやってることやばすぎる。でドクロバットジョーカー、はい、これ何が起きんのこれ。先行ワンキルとかないよねちょっとわからねえ、何が起きるんだ。ドクロバットジョーカー召喚して、でオットワイズを持ってきた。でそれ捨てながらドラゴンズファイルとデッキからレベル8以下のドラゴンズペンデラモンスター1体出るのか。なるほどね。はいはい、でヘビーメタルフォーゼは破壊しながらペンデラムのカードを加えることができて、でアストログラフは効果が破壊された場合にカードが手札から特殊召喚ができるという効果。2500打点が出てくる。かっこいい。はい、いいですけどこれな、もうペンデラム召喚をしましたよね。はい、でドクロバットジョーカーを加えていくと。なるほどほんでほいで、はい、クリストファリファイブ OK。 ファリファイブ効果、レベル3以下の中南モンスターを手札またはデッキからレベル3以下のモンスター特殊召喚でしていく。エッドメイズ、あ、出た、エンタメイト、オッドワイズシンクロン、名前めっちゃ優秀。死毒の魔術師、はい、死毒の魔術師をペンデラムチェーンにセッティングしていく。ターンチェンジ、これ何起きこれ、今何が起きてんのこれ、わかんな、これ何が起きてんのこれ、ガチでわからんアストロベルは何もしないね。オッドワイズシンクロン、これ何、これテキスト長すぎなんだよ、わかんねえよ、全部読んでる時間ないわマジで。読む気ゼロだわ今、ゼロ。わかんないんですけど、とりあえずでもなんかここに妨害するとかは書いてないな別に。
妨害するとかは書いてない。でハリーファイバーがなんか何かを起こすかもしれないというか。でソーラーエクスチェンジの効果発動、ソーラーエクスチェンジでライトロダスシンライデンを墓地を送りながらカードを2枚ドローしていく、はい、でハリーファイバーの効果で、ハリーファイバーの効果を発動し、エクストラデッキからチューナー、シンクロチューナーをシンクロ召喚扱いで特殊召喚をすることができる。これでシューティングライザー、はいはい、OK、シューティングライザーはデッキから、レベルが自分よりも低いレベルを持つモンスターを墓地に送るとレベルを操作することができる、下げるんですよ具体的に。でレベル1になったと。なるほど、レベル1になりました。でですね、とりあえずジェットシンクロが落ちている。一旦光の援軍発動しよう。一旦光の援軍発動で3枚墓地に送りながら、ま、なるほど、まあ、これはルミナスでいいか。ルミナスで、ですね、これどうしたらいいんですかねガチわかんないんですけど、どうしたらいいんだろう。これ効果ガンドラと白雪を墓地に送りながら破壊竜ガンドラギガレイズを特殊召喚、攻撃力は600 攻撃力は600だよ。ちなみに墓地にガンドラモンスターが、存在している場合、このカード以外の、フェーズのカードを全て破壊するという効果を持っている。何、いやでも白雪先に打ったところでコストがないんだよ、ね、今ちょっと魔法カードがそんなに連発できてないんで、そこがちょっとね微妙なところなんですよね。これ何が出てくるんですか。シューティングライザードラゴンとレベルが、あ、レベル8シンクロですか。レベル8シンクロ、クリアウィング、なるほど。これは確かなんか全ぶっぱするみたいな効果を持っていた気がする。シンクロ召喚成功した場合やばいじゃあ強え効果発動する必要ねえな。これはルミナス行くしかないか。ルミナス召喚でルミナス効果、いや手札コストないな。これ手札コストねえわ。これガダイザ捨てるわけいかないもんな。手札コストないわ。でアサシンライデンを特殊召喚していくしかない。はい、でライデン効果発動、デッキトップ2枚持ち送って、なんか強いカード落ちろ。あ、村上落ちた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 。え、これブラノか、これブラロか、ちょ、わかんないからブラロじゃないか。あいつ破壊耐性あんのか。まあ、とりあえず、あれですよ、ペンデラムコールで、なんか持ってきた魔術師の、ペンデラムカードは効果で返さないってわけですよね。除外は一応できるけど、除外したところで感あるし、これブラックローズで全部吹き飛ばした方がいいんじゃない?すべてのカードを。で、相手の盤面に委ねるか。レベル3の、ルミナスにレベル4のアサシンライデンをチューニング。冷たい炎が世界の全てを包み込む。漆黒の花を開け、新規の召喚現れよ、ブラックローズドラゴン。ブラックローズドラゴンが新規の召喚に成功した場合の効果を発動、ブラックローズガイル。くそ、ペンデラムスケールを割ることはできなかったが、とりあえずブラックモは特殊召喚することができる。飛行者ブラックモのオロチの効果を発動、このカードはデッキトップを8枚除外すると手札から特殊召喚をすることができる。現れよ、ブラックモのオロチ。そして一旦墓地のいやまだいいか、これ相手ターンで出した方が強いな多分。白雪相手ターンで出した方が強いか。リンク召喚する可能性もあるな。リンク召喚もある、出して殴って出して殴ってリンク召喚もある。で村雲と白雪を相手ターンにフリーチャンで出すみたいな話もある。その作戦でいこうかな。とりあえず村雲でダイレクトアタック2450の大ダメージだぜ。そしてバトルフェーズ中に、白雪の効果を発動させてもらうぜ。フェアリテール白雪は墓地および手札よりまたはヒルドよりカードを除外することにより特殊召喚をすることができる。こいつらを全部ゲームから除外し、いけ。これ本当バレベが欲しかったんですけどねバルバったのめっちゃ強かったんですけど。白雪を特殊召喚していくぜ。そして白雪で追撃のダイレクトアタック1850、うん、そしてメイン22体のモンスターでリンク召喚、フェニックスどっちでもいいですけどね。これどっちマジでどっちでもいいな。ガチでどっちでもいい。これ今何もしないんでダイザは絶対に残しておかないといけないんで、
俺の魂のカードなんで。これで村雲と、まあジェットは何もしない、村雲と白雪が相手段に出てくるんで、まあ、壁は生成できるんで意外となんとかなると思うんですよね。これライフが残ればいけると思うんだけど。どうだ、さあスタンバイメイン、オッケースタンバイメイン、オッケードクロマットジョーカー、オッケー。召喚に成功したときに、エンタメイトか魔術しかオッドアイズオーティオナに加えることができる。これ強すぎだろこいつ、書いてることやばいだろこれ、加えすぎだろ、どれかにしろよお前、強すぎるんだよ書いてることおかしいだろどう考えても、犯罪者これやばい、これ手札さすがに3枚からのペンデラム、あ、エクストラデッキにもなんかモンスターがいっぱいなんか残ってるからガチでやばいかもしんない。これかなりやばい気がする。ペンデラム召喚ね、OK、1から8、7までのモンスターですね。2から7のモンスター同時召喚可能。ペンデラム召喚、なんかうわ出てきすぎ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 、マジでガチで出てきすぎ、やばすぎる。これあれかな、これチューナー裏返しておいた方がいいんじゃない、これなんかチューナーは裏返した方がよそう、さすがに。なんかペンデラムマジシャンの効果なんかこうダタンかんだっけ、違うわ、あそのカード破壊しながらデッキから手の上のか、いやこれその後にこのペン、あのチューナーモンスターをなんかひっくり返して、じゃワンチャンこのチューナーモンスターをなんか制圧することによってなんか止まってくれっていう話はあると思う。どうみんな、これこの作戦、ちょマジで何が起こるか分かんなすぎて何したらいいか分かんねえ。やばい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 、それはいい、それはいい。この処理後白雪の効果発動、フェアリティール白雪の効果は、墓地からカードを除外することによってなんかやばいモンスターを特殊召喚できます。しかないか、これで耐久するしかねえ。さあカードを7枚除外することによりこのモンスターを墓地から特殊召喚していく。で特殊召喚に成功した場合白雪の効果を発動、白雪が特殊召喚に成功した場合フィールド上のモンスター1体を選択しそのモンスターを裏側を支部表示にすることができる。これで長剣の魔術師を裏側を支部表示にする。止まってくれ頼む、止まってくれ止まってくれ頼む、止まってくれ。なんだこれは、セレーネだ、うわやばい、セレーネはやばい、セレーネはなんだっけ、あれや、墓地から魔法使いモンスターを特殊召喚するという効果を持っている。カウンターを取る時はこのモンスターをケアするために魔法カードは全部白雪で除外しておいた。ダークリベリオン、お前誰やっけ、向かう外転モンスターの戦闘がダメージ計算時に一緒に同じで攻撃力を無効にして元々の攻撃分のその攻撃をアップする。なるほど、納金だな、やつは納金だ、やつはひたすらに納金、納金力では負けてないぞ俺も、納金力では負けてねえ。で神聖魔工房セレーネの効果を発動して、墓地からモンスターを特殊召喚できる魔法使いとかのいいだろ、俺はいいだろ、天あ手札からもいいのか、天空の魔術師だろ、いいだろう、これやばいか、アクセスコロトーカーって言われて終わるか。あ、覇王剣竜スタンベロム誰やねんお前、これまたあコピーか、これコピーするやつだ、これコピーするやつ、これ効果をコピーするやつ、誰になるのこれ、これは誰になる、いやでも言うてモンスター入ってくるからなんか耐えるんじゃないこれ、耐えないかな。覇王剣竜スタンベロムの効果を発動していく。でこれで何かの効果をコピーできるんですね、名前と効果をコピーするという効果を持っていて、で、まあ、一体今何をコピーするのかを考えていらっしゃるといったところですね。はい、オッドアイズレボリューションドラゴン、何すんの、何をする人、一旦自動ライフを払ってこのカード以外のお互いのフィールド墓地のカードを全て持ち主で一気持つ、やばい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 、しかも打点高っ、打点高、なんでその打点高いの、やばい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 、ちょっとやばい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 村クモのコストは稼いでおこう、ちょっと耐えてくれ頼む、耐えろ耐えろ、あでも全部戻るんだもんな、全てのカード戻る、オッケーオッケーオッケー、手札が残った、俺の手札は1枚、お前の手札も1枚だな、やばい、これで1200以上の打点が作られたら俺は負けだ、耐えてくれ
奇跡起きろ。バトルフェイズちょっとこれだけでお願いします。これだけでお願いします。メインツーよし耐えた耐えた耐えた。うおりゃうおりゃおらくたばれダイザパンチ。グレンマジュダイザマジでなめんなよ。